クリモサを止めたとしてもどうなるかわからないけど、やっとここまで来たんだね。この時をずっと待ち続けたから、さすがに感慨深いかな。でもここまで来られたのはアドルさんのおかげだよ。出会えて本当によかった。だからやっぱり言っておかなくちゃ。実は私ね、アドルさんに一つ謝っておかないといけないんだ。私たちってちょっと不思議な縁があったよね。お互いの意識を共有していたり、こうして一緒に旅をすることになったり、そんな中で私は心のどこかで確信するようになっていった。今の地上で最も輝く魂を持つのはこの人なんじゃないかって。そう、アドルさんを進化の森人に選んだのは、この先アドルさんにはとても辛い思いをさせてしまうかもしれない。私はラクリモサに抗ってきたつもりなのに、アドルさんにはたくさん助けられてきたのに、こんなことに巻き込んじゃって本当にごめんなさい。そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいな。でも双剣ミストルティ、その剣があればきっと。やっぱり想念の力はアドルさんに受け取ってもらってよかったかな。本当は私が手にすることもできたかもしれないけど、やっぱりアドルさんと最後まで一緒に戦いたくて。ついにアドルさんにまで言われてしまったな。でも今考えてもこうするのが一番良かったって思ってる。そうだ、アドルさん、これ持っていてくれないかな。そう、これはお母さんの形見、私のみんなを助けたいっていう思いの原点かな。本当は威力を封じる指輪だけど、今はちょっと細工をしてあるからアドルさんの役に立つと思う。その剣と一緒に持っていてくれたら嬉しいかな。あ、うん、私たちが受け取った全ての思いに応えるためにも、アドルさん、一緒に戦おう。最後まで諦めずにね。